田中平八から1884年6月8日は、幕末、明治の実業家、相場市。横浜で、糸屋平八商店を営み、木糸、洋銀などの相場で財を成し、天下の糸平と呼ばれた。本生は藤島。洋名は、鎌吉。名は正春。品の国稲郡、赤須村生まれ。聖火は、資産家であったが米と、面相場で失敗し没落。 三男であった平八は1846年頃に、飯田城下の魚屋に、鉄地暴行に出された。1849年頃には、魚屋として独立。1853年に、飯田城下の染物屋の娘、田中春と結婚し、田中家の婿養子となる。その後、名古屋、伊勢町や大阪、道島の米相場に手を出すが大損をする。その後、 江戸の斎藤役郎の連兵官の門下生となり、吉田松陰や清川八郎らと交わったとされる。1864年には、水戸の天狗党の乱に参加、捕らえられ、古伝馬町に投獄された。この投獄によって県に生きることは諦め、商売に生きることを決意したという。1865年横浜で、大和屋の後ろ立てを得て、弁天通りに、 糸屋平八商店を開業。木糸、河瀬、洋銀、米相場で距離を得た。通称、糸屋の平八、天下の糸平と呼ばれた。1868年に四日市から横浜に茶を運ぶ途中に船が難破し、全財産を失う。1872年横浜金国相場会社を設立し、頭取りとなった。また洋銀相場会社を設立。 その後、相場市の諸と清六、今村清之助と組んで、イギリス人貿易商や新国人商人を相手に、して戦を仕掛けるが、負けそうになったことから、偽札を作り見せ金とすることによって勝利。しかし、これが露見市横浜の商売から手を引くことになった。1876年に、東京で田中組を創立。1878年に、渋沢喜作を北起人として、 東京株式取引所を設立し、同時に大株主となる。1883年に東京米商会所の初代頭取に就任。この米商会所の株式を上場。これもして千と化し、田中は大儲けしたという。病気となり、熱海で療養中には資材を投じて熱海までの水道、電話線を仮設した。1884年に没した。 1891年、東京都墨田区の木墓寺に伊藤博文の記号による天下の伊藤平の石碑が建立された。1915年に15位を遺贈された。相場は、貴子の勢いがザウの命で、長女の名前も、虎。横浜では、オクラという女将に復帰ろうという待合を持たせた。子孫には、長男の二代目、田中平八。長女虎の向子に、 糸平、不動産や田中鉱山を起こした三代目、田中平八。三代目、田中平八の長男に、日本のラグビーの父と言われる、田中銀之助がいる。三男の鎌吉は、高田晋三の娘の幸子と結婚して、高田鎌吉となり、高田商会を継いだ。タレントの高田真由子は、鎌吉の彦。ありがとうございます。